続きましてのコーナーはみんなで歌おうのコーナー、童謡や唱歌名曲大合唱でございます。さあ今回の歌は幸せなら手を叩こう、とっても元気になる歌ですね。一緒に歌ってみましょう。幸せじゃないんですか。うん、もうこれはねよく知ってる歌ですから、どうしても気になるのがねこの食いつき。1、2、3、幸せなら手を叩こう。ほらほら、あ、まだまだ、もっとこうポンと入ってほしいの。あ、わかりました。じゃあね、自分でこうポンと入れるようにわざと今から拍子を分解するお遊びをちょっと皆さんと一緒にしましょうか。まず最初、幸せなら手を叩こう、ポン、手拍子一つしてください。よろしい？続いて、幸せなら手を叩こう、ポンポン、これ2回ですね。2回の次は、幸せなら態度で示そうよ、空、空違う奥さん、ほらでも大阪の奥さんまだ空でよかったわ。播州姫路の人と歌ったらね、そりゃって言うんです。海手の人はね、結構お言葉もちょっとこう、はようございますからして、あの、ほら、1、2、3、もっともっと、ほらほら、1、2、3、今度は3回、タンタンタン、3つできるの、わかる？こうやってこうリズムをわざと狂わせても、ポンと入れるようにしてちょうだい。ちょっとやってみましょうか。皆さんお手を合わせていただいて、幸せなら手を叩こう、ポン、し、誰や2回叩いたの。えらい気前のええ奥さんおるけど、最初は1つよ。それからね、手叩く時の注意を言っておきます。皆さんよく聞いてください。こういうお遊びの歌、遊び歌をする時の手拍子は、手は斜め45度の方が可愛い、わかりますね。時々奥さん真正面でこうで、時々下を見張るんですよ。これだけの人間にね、私こう、皆さんこう供養されると、そりゃ私も成仏できますわ。それから、合わせた手は決して揉まない。いいでしょうか。できたらポンって弾く方が、ほら、何でもほら、ポンポンは言わんで、先生から言ってるの。幸せなら手を叩こう、こう、一回揃った。幸せなら手を叩こう、ほら揃った。幸せなら態度でって、誰も歌ってへんやんか。一緒に歌おうよ。大人は一つのことをやったら一つのことできんようになる。さあ、一つからもう六つまでいくよ。6つまでやるよ奥さん、いくで。あのね奥さん、歌う歌は幸せなら手を叩こうよ。まあ僕も悪かったわ、いくで言うたら奥さんこないして何をするんやろ思うけど。ちょっと皆様、はい、幸せですか。さあ皆さん、幸せの証に幸せなら手を叩こう、歌いましょう。
誰か気前のええ奥さんおるね。わかりました、最後じゃこうしよう、数が揃わへんから1,2,3,4,5,6 ぐらい叩いたな思ったらもうそのままの勢いで拍手しときなはれ。わかる、いくよ、皆さん幸せですか。さあその幸せの証をみんなで歌ってみましょう。弾いてよピアノ。緊張するね。皆さん幸せですか。さあその幸せの証を証す。姫路で明かすっていうのよ。さあ皆さんは幸せですか。さあその幸せの証をみんなで歌ってみましょう。最後そんな揃えたあかん。